32番です。まあ、次の英語を読み、説問に答えなさい。Governments use taxes to raise money to pay for things which benefit the whole country, such as health service, execution, and policing. 政府は税金を使う。お金をまあ蓄えるために。で、uh, pay for. これはためのっていう感じでしょうね。で、t h i n k s s w i c h 関係詞ですね。で、benefits a whole country. 国全体に利益をもたらす。such as、健康や健康管理や教育や治安維持といったようなことのお金を払う。 ための払うためのお金をあげるために税金を使っている。Taxes are also sometimes used to try to change people's behavior. <S、まあ、税金はまた時には人の行動を変える変えようとするためにも使われている。ここな。だからまあ一つ目は、えー このお金を捻出すると。で、二つ目は、行動を変えようとすると。これ1番、2番だね。で、High tax on t o b a c c o Products。タバコプロダクトってつながる。行動を変えよう、タバコ。これいくらなんでも具体ですね。だから、えー、え問いは、え<あ>、uh, For instance。 これしか来ないでしょう。行動を変えよう。タバコは始はじめがこれですね。まあ、これはもうすぐ入るでしょう。For instance, 例えば、High-tex and tobacco products are intended to reduce health damaging tobacco consumption.、えー、健康を害するタバコの消費を減らそう。 という意図であるトバコ、ね、このこ行動変化というのがトバコの消費を減らそうと。こういう具体だよね。And taxes n cars using busy r o a d s u y はあの渋滞してたり混んでる、ね。混んだ道路を使う車。への税金は Are aimed at. を目指したものだ。Reducing Traffic Congestion。Reducing Traffic c o n g e s t i o n 交通渋滞を減らそうと。こちら。これは具体だよね。In these cases こ、こ,のこれらの例ではとまとめて。The government is less interested in raising money than it is in dealing with social problems.、まあ、税金を高めようと。 ということよりは、レスダン。このことよりは、in dealing with social problems. 社会問題に解決しようと。こっち側が、ここでこうなったわけだね。 こっちのことよりはこっちのことの方に関心を持っているのだと。社会問題に対処しようと。一つは税額を高めて回収しようと。で、一番。で、二番は社会問題を解決しようと。と人々の行動を変えよう。という形だ。で、続けて、because taxes can change people's behavior. 税金が人の行動を変えうるから、 Sometimes they fail. 失敗することもある。って話だな。そしたら今度は、これはまあこういうことを目的としているよねっていうプラスだったんだけども失敗することもあるよねっていう,うにマイナスになるわけだからいくらなんでも逆説が欲しいというわけだね。ということで逆説が欲しいので however 2、ね、つ目が「えー、however」です。ファインスタンスここから具体例だから例が来たらまあやっぱり抽象との対応何のための例かっていうこととどこからどこまでが例を書いてる範囲なのかとこれはまあ考えたいよね。 In th, in century Britain, 18世紀の英国では、heads were taxed and saw house, house windows. ここを読めるかどうかを聞いているんでしょうね、えー帽。帽子には税金がかけられていた。また家の窓にも税金がかけられていた。こうなります。から A の問いは、 あ役か。役だから、18世紀のイギリスでは、帽子には税金がかけられており、家の窓にも税金がかけられていた。こうなります。この層は、ここのところの公文をどう取るかっていうと、前の文があって、その後層 Do S とか B 同士で S とかこういう形は S もそうであるこういう使い方です彼は、えー、野球が好きだで 弟も好きだ弟もそうであるとか B 同士も例、ね、書いた方がいいかな He is、so、is his brother. 彼は独身だ弟も独身だこういう形ねこれを聞いてるだけの問題です で、続けて、in both cases, the aim was to raise money while taxing richer people more than poorer people. まあ、目的は税を上げることだと。税金をか、えー、たくさん取ることだと。で、while taxing richer people more than poorer people。貧しい人たちよりも金持ちの人たちに大きく税金をかけながら。この場合、ファイルはこうこうしながらっていう感じでしょうね。 対比じゃないでしょう。It was thought、so、that rich people would own many heads and live in large houses with many windows. ざっといかというふうに考えられていたのだと。金持ちの人は多くの帽子を所有するってという動詞です、ね、余裕に所有しており。 多くの窓がある大きな家に住んでいるだろうと考えられていたからだ。o r people on hands, the o h e hand, おそらく一つしか帽子を持っておらず、窓も少ない家、小さな家に住んでいるだろうと考えられていた。でこのザートは実は、 構文を超えて、ここまでねで。こっち側も、と考えられていたの範囲内で、これまあ、ざっとの延長っていうのは気をつけないと読み違いが起きちゃうからね。でこの文はここだけを考えればよくてで、説問が、多くの帽子を持つ金持ちは、おそらくまずの大きい円に住むだろうと。こ文むちゃくちゃですね。 金持ちは多くの窓と、窓が多くの帽子と多くの窓が、窓の多い大きな家が欲しいと思った。こんなことどこにも書いてない。金持ちは多くの帽子を持ち、窓の大きな家に住むだろうと思われていた。それはそうだね。多くの帽子を持ち、窓の大きな家に住むのは、 また、オいすいえんすむのは金ちだと思われている。これ、ているは今のことだからね。ていた、じゃないといけない。まあ、しょうもない問題だけども。時勢が違ってたら、話が違うよってことを気づこうねっていう感じの問題だ。で次、n e e d of these taxes was very successful。そりゃそうだね。 だって失敗に終わる例があるかな ?they fail こいつの具体の進行なんだから当然サクセスしなかったと。じゃないとおかしいよね。 Because people c h a n g e their behavior. これもないとおかしいんだよ。こういう対応関係ちゃんと見えるようにして見えればいいね。行動を変える。だから失敗する。行動を変える。だから失敗する。こういうようにまとめてきたわけだ。to avoid paying them。その税金を払うことを避けるために。 こういうように、ちゃんと、うん。対応関係を取りたいわけよ。例えば、抽象があって、それ具体例、例があって、それをまとめたりするときには、当然のことながら、こことここは一致するよね。 こうなんだよね。例えば、こうで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 。で、結局こうなんだよね。でここ対応するはずだよね。こういうところをクッションしてくることもあるし、まあ、こういうふうにこう具体がどこまでか、ここで一通り終わるのかな。まとめてきたな。と思って読むのは大事だ。to avoid payment for the head tax. じゃあさ、この文。 まあ、一旦どっかで切れて次何が来ると思うさあ、帽子の税金を払うのを避けるために何かした。だったら次は、窓の税金を避けるために行動したはずだよね。っていう。この段階で、次の、次の展開が予測できないと困るわけだ。 帽子と窓ででしししょょどっちも失敗したんでしょじゃあ帽子の税金を避けるためにで人々は何したか行動を変えたから失敗した。で次は窓の税金を避けるために行動を変えた。だから失敗した。こういうようになるはずだもん。そう思いながら読もうね。Many people stopped wearing 多くの人は帽子をかぶるのをやめた。 税金払うぐらいなら帽子やめるわ、みたいな。Many hat the 面白いね。多くの帽子屋さんは、彼らが作るものをハットというのをやめた。これハットじゃないんだよって。なんか首、首飾り延長だよとかなんかわけだからないこと言ったんだろうな。And gave them other names instead. その代わりに違う名前にしたと。 こうやって行動を変えたわけだ。This caused such trouble for the tax collector that. これは such that ね。税を集める人にとっても厄介なことを引き起こしたので。とっても厄介になったので。The government had to。おうそこつきながら読めるよね。i n this, a new law to defend heads.Heads を定義する 新しい法案を作ったと。導入したと。すごいね。ハットじゃありません。いやいや、これハットで税金取らせてくれよみたいな話になったわけだ。今、similar way。ここで切れて、同じように、なんかもうここもありありと予測できるよね。to reduce your window tax payment. 窓の,税金,の税金を払うのを下げるために、行動を変えたんだね。多くの家を持っている人は、窓を外す。そして、窓を replace A with B, A を B で置き換える。レンガで置き換える。ことを決めた。 This tax was especially unpopular. この税金はとりわけ不評であった。これ役だからね。As。この As は SV って来てるから接続詞で。で、それは、in the quality of living, living environment、生活環境の質の低下につながった。というのは理由になるね。 だから、不評だったんだ。and was described by opponent as a tax on sunshine and fresh air. このあずは、前置詞だよ。まあ、もともと接続詞だったんだけどね。このあずはね、describe A as B, A イコール B であると記述する。まあ、regard A as B とかと同じだ。 A イコール B であるとみなす。考える。この形だね。ここは、この税は、こっちから訳すかな。人々の生活環境の質の低下につながったので、とりわけ不評であった。そして、反対者たちによって、日光や新鮮な空気、 に対する税金だと言われた。これ訳ね。で、えー、最後は、due to このデュート o は何々のせいでっていう理由を表します。まあ、理由を表す表現っていうのは、 まあ、thanks to とか because of とか owing to とかまあそういったあたりが考えられますけども due to がちょっと変わっているのはあの svc で使えるんだよまあもともと due がね形容詞だったからね his success, was due to your,、uh, his success was due to your help 彼の成功はあなたの助けのおかげだった こ,こ,にこの B 動詞の後に置けるっていうのは d e t o だけなんでちょっと注意しましょうとあとサンクス a サンクス o はまあプラスの時に使います何々のおかげでっていう感じでプラスでだけ使うとでカッコを入れるんだけどまあこれは挿入的なんでカンカンで飛ばして Both success were ended 税金は両方割りました。ということにつながるわけだから、結局、eventually。ということになります。例いの1は、で、は入と。いう形なので、答えとしては、あういですね。で、あとが、 本文の内容と一致しているものはどれかと。二つ選びなさいと。政府は公共のサービスの提供のために税金を使いすぎである。こんなんどこにも書いてないね。たばこ税は財源確保のため、逆だよね。こっちだよね。で、18世紀のイギリスの二つの税金は当初の目的を果たしたじゃない、失敗の例だからね。 防止税を避けるために、防止は防止を防止と呼ばなくなった。これ面白いね。これはそうだよ。呼び方変えちゃったわけだ。だから政府の方が対応するために防止の定義をやったわけだよね。で、実験のおかげで、生活環境の質は改善された。これ何言ってるのかわかんないね。何の実験かわかんないし。改善されたという例は上がってないからね。で、税金は時として一人の行動様式を、行動を変えるから失敗しちゃうことがあるよねってあったよね。 思わぬ方向に変わることがあるということでこれは正解です。というふうになります。この文章はそんなに難しくないんだけどもまあ具体と抽象の対応具体が終わったとまとめは抽象に戻るねこの辺りは何を書いている部分でこういうふうに展開するはずだなという予測を立ちながら具体を追いかけるとそ結論が分かりながらでも具体を追いかけていくと。 読み方をしていったわけです抽象と具体の対処の仕方の練習だと思って見直してください今回はここまでです